タレントの中山秀幸57が11日放送の司会を務める BS 富士昭和歌謡パレード水曜510-0に出演。プロポーズの言葉を明かした。この日のゲストは演歌歌手の戸場一郎、木村哲司、徳永祐樹、岩佐美咲で徳永が3月に一般女性と結婚したことからプロポーズの話題となった。そこで戸場は中山さんのプロポーズは何なの と逆に尋ねた。中山は1998年に元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白木彩香と結婚。現在は4人の息子がおり、長男、中山正輝は2022年に俳優として芸能界デビューした。中山は、こないだ25年過ぎて、26年になるんですけれども、何でしたかね、としながらも、僕はでもねえ。 最初に会った日にも結婚すると思ったんですよと明言した。鳥羽はそれでも、だからプロポーズの言葉は。と追求。中山はプロポーズはでも俺も改めて言ってないとかじゃないですかねとはっきりとした記憶がない様子。付き合って2年ぐらいで結婚に至ったというが、鳥羽が、例えば2年ぐらいで一緒になろうかぐらい。と確認すると、中山はそうです。 年取っても一緒にいようね、って、とようやく思い出したように話した。鳥羽はそれを言えばいいんですよ。同じく司会のフリーアナウンサー、三久も高江は、ああ、素敵、と感心していた。